しょ。どくしょ。どうもありがとう。ありがとう。さよなら。あるよあるよ、ワイシャツあるよ。これあれや、これだけ。そう、ルーさんこの頃やにめかすでねえかよ。パクだって嫌いにしてみせたいしとありますよ。ああ、ルーさん、アテルさん、パクの気持ちわかるでしょ。わかる、わかる、よくわかるね。あっざ、これ買ってきてくれたか、寸節だな。違う違う、パク買ってきたんですよ。お嬢さん出てるんですよ。あれ、見てくれや。パク、お嬢さんのために歌考えてるんですよ。歌か。えことの歌ですよ。月が鏡であったなら愛しいあなた。はい、洗濯屋さんが待ってるわよ。何してたのよ、洗濯屋さんほったらかしててさ。すみません。ああ、こんにちは。お嬢さん、これこれ。何？とてもよく写ってますよ。素敵ですね。僕も鼻高いです。だがね、お立ちだって怒んないわよ。でもこちらのお店の商売大したもんですよ。だいぶしがんでる店ありますね。サラリーさんのとんかつがうますぎるからだわねえ。おてるさん、違う違う、お嬢さん切れたからですよねえ。おてるさん、でもルーさんの腕だって上海の本場仕込みだからな。よーよ、この勝負リーさんの勝ち。今度雑誌屋さんが来たらおてるさんと並んで写してもらうんだね。僕困るな。リーさん、リーさんねえ、写してもらおうよ。さあさあ、仕事仕事、働かないとママが食べられないよ。おはようございます。ご苦労さま。いらっしゃい。俺だよ。小野来てないかい。ああ、いらっしゃい。小野さん、来ることになってんの？今朝は国から帰ったらしいんだ。さっき下宿に帰ったら、電報来てんだよ。本当は、7時着く銀座へ来い。小野、じゃあもう来てらっしゃるはずね。どっか他へ行っちまったのかな。学校へでも寄ってらっしゃるんじゃない？そんな勉強家じゃないや。じゃあお待ちになってみたら？もちろん、ここへ来ないはずはないし、な、お姉さん。バカね、知らない。とにかく2階で寝かしてもらおう。変ね、朝っぱらから。ゆうべお通夜なんだよ。うさ。おう、水くれ。本当らしいですよ。お経なんてもがたたしてね、年会さん。普段言うねじゃあ、怒ってもらわなきゃ。ね、D さん。ええ。君の部屋借りるぜ。部屋代もらいますよ。昼間倍ですよ。おい、小野が来たら起こせよ。お嬢さん。あ、私、神さんに行ってくるわ。はい。ねえ、あたす。ねえ、おてるさん、小野さん来たら待たしててね。かしこまりました。リュウさんってば。表の森城を忘れちゃダメじゃないか。はい。Thank you.
気になってばさ。起きれよ、起きれよ。ああ、これだよ。寝坊だね、おめえ。マナコの玉とけつもうよ。小野さん待ってるだ。ああ、もう来てたのか。しけしけ、晩の7時だったんだよ。なんだい、電報料を契約すんなよ。どうだったよ、君の方は。それなんだよ、とうとう喧嘩しちゃったよ。兄貴とか。うん、あんまり無理すんなよ、損だぞ。しかし、今更役場の初期でもないからな。おう、養子の話どうした。そいつを断ったの、喧嘩の元さん。黒さんに心配したろ。うん、それでも、おっくら当分田舎にいて兄貴の宿を手伝いってんだがね。で、兄貴の気持ちはどうなんだ。どうとも勝手にしろって言うんだよ。仕方がなきゃ苦学でもするさ。苦学か。一口にそうは言ってもな。どうだい、お前一つ資本を下ろしてとんかつ屋でも始めないか。しかし大学出てとんかつ屋も寂しいな。お前はいいさ、国帰りは住職になれるんだから。職役と俺なんざ勉強はできないし、出ても三四年は遊ばなきゃ。年寄りじみたくっちゃ言うな。お前腹減らないか。うん、減ってるんだ。おい、とんかつで飯だ。ついでに一杯やりてな。よし、それから酒一本。やっぱり銀座はいいな。暮らすんなら東京だな。じゃあ東京で養子の口でも探すか。俺も心がけといてやら。朝一平だから朝は来て食べてくれや。そうかな、流行るんだな、この店は。どうだい、いっそここの養子にする感じだ。そんなこと言うと親父に怒られるぞ。いいじゃないか、親さんさえ受けりゃ。いいわけないよ、なんか。ない、行ってみる。願いますよ。おあとフライオフ二人さんに勝つお一人さん。はい、ようじゃ。はい。ちょっと。わかりました。おっちょさん、ニパンさん、カツ分かりましたよ。はい。お待ちどうさま。珍しいわね、堀田さん。あんたがお酒飲むなんて。君衆三門にいる。時には仏も俗に帰るさ。今宵は、おののための祝杯だよ。祝杯？僕が養子を断ったって、こいつ喜んでんですよ。バカね、堀田さん。お、この際、バカねえはないな。いかに口癖でもな、おの。どうしてお断りになったの？いらっしゃい。どうして？およ。いらっしゃいまし。いらっしゃい。カツにお酒。はい、七番さん、お酒にカツお二人さん。あよ。ヨコさん。はい、ただいま。おてるさん、はい、岡本さんの注文かかって。はい。なんでます？どうしてお断りになったの？まあそんなことより、こいつね、東京が離れられないんだよ。どうして？好きな人があるからさ。好きな人？よせよ、年会。しつこいぞ、坊主のくせに。どこの人？小野さんの好きな人って。
法は形のごとく世間は影のごとし、形曲がれば影また斜めなり、女人もまた影のごとや。バカね、そんな人ってないわ。いや、あればこそこの不敗さ。あ、およ。どこの人本当に。ねえ、言ってよ。お嬢さん、掛けほら分かれましたよ。何番を取った？5番。お待ちどうさま。だいぶあの学生さんと話が持てますね。バカね、岡本さん。え、僕の名前よくご存知ですね。そりゃ分かりますわよ、お街頭で。街頭で？なるほど、頭がいいんですね、陽子さんは。バカね。姉さん、会計頼むよ。はい、どうも。おてるさん、裁判さんお会計。はい。小野さん、本当に好きな人があるの？ありませんよ。あれば声は来ませんよ。のう。あれば俺だって祝杯をあげないよ。バカね。お嬢さん。一本つけましょうね。え？あんたない？本当にないの？ないないない。お酒じゃないよ、親父。だいぶ今夜ご機嫌だね、お父さん。なあ、親父。般若とは知恵のことだ。般若湯とはこれすなわち知恵の水だ。まあ一杯行こう。ああ、末永くご贔屓にね。うまいでしょ、うちのとんかつは。うまいよ、確かにうまい。さすが大塩香炉のスチュワードをやっただけある。まったくここのは独特ですな。ねえ、おやちゃん、歯磨きはクラブ、カツは港やってたでしょな。まあ口がうまいのね。だから心配よ。しつくり。え？うまいよ、うまいよ。このとんかつはしつこくてうまい。日本一だよ。ねえ、堀田さん。ん？僕の歌も褒めてくださいよ。ああ、もちろん。湖南学院を入れて遠く異郷にとんかつをあげる。まさに立志伝中の人物だよ。じいさんは偉いな、歌だってこしあるんだから。詩人か。え、僕、西条先生崇拝してますよ。うん、親父、可愛がってやるんだな。俺たちも大いに講演するぞ。お父っつぁん、西神田のおばさんから電話よ。何の用だ今頃。もしもし、今ちょっとお父っつぁん手を離せないんですけど。ええ。あら、そうでしたの。まあすみません。ねえお父っつぁん、明日おっ母さんの11年なんですってさ。ああ、そうだそうだ。支度がしてあるかっておばさん怒ってるわよ。ああ、できてるできてると言ってきなよ。おてる、はい、お調子だよ、はい、もしもし、もうすっかりできておりますな。それからお茶飯にのっぺ忘れないようにね。わかったかい。わかったね。お前さんももう年頃なんだからしっかり頼みますよ。じゃあいいね。いいんだね。はあ、はあ、じゃあごめんくださいまし。ねえお父っつぁん、どうするの明日。まあいいや、どうにかするよ。だってお寺様だって頼まないけん。あ、そうか、坊さんか。お父さん、うん、明日あんた一つやってくんないかな。ダメだね、僕の教じゃ仏が迷うよ。大丈夫よね、小野さん。うん、やってくれよ、暇の人じゃないか。お布施は張り込みますぜ。困るな、そんなこと。おら、帰るよ。頼むわ、ねえやってよ。やってあげなしゃよ、丸儲けじゃありませんか。うせやい、俺坊主じゃないよ、学生だよ、大学生だよ。なあ、君。まあ、やってやんなさいよ。一人南部世紀教員シャリホツギュシャビクイサイ世間天神アシュラと文部諸説換気真珠再来に子仏説阿弥陀経南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。
在の壺大臣お嬢の さあどうぞこちらどうぞ。みんないらっしゃい。兄さんお線香あげてくださいよ。おようちゃんお寺様にお茶差し上げて。はい。いいお声でございますわね。いやどうも。寺さんどうです。あいやいやさやか当節はお寺様もご大抵のご修行じゃございませんでしょうね。はあどうぞ。あ今日の仏はこれが小学校の頃外国で亡くなりましてね。はあどちらで。シンガポールだったっけね兄さん。うんシンガポールだったかな。気の毒な仏でございましてね。何しろあの人がまだ汽船の料理番をしてます自分で。違うわよおばさんスチュワードよ。そうそうそのシチューなんとかだったもんでございますからね。お骨も持って帰りませんで。いいじゃないかもうそんなしべっぽい話は。だってねお寺様そんなわけでおようも浜子も私が娘同様に育てたんでございますよ。はあ誠にご師匠なお志で。娘たちの名前だってこの人と来たら陽光中に生まれたから陽子で横浜へ入校した時だから浜子だなんて。よしなよお寺様ご迷惑だよ。さあみんなお汁は何がいいんだ。品料理か洋食か。高級飯。あんた天ぷらでしたかな。そうです。富太郎さん一つ裁量してください。よしよし。およおおじさんとよく相談してな。はい。さあ、みんな好きなものを言うた言うた。みんな何食べんの。今日はおごってあげるわよ。あんた何どうぞ。マリケイドさんこちらですか。あ、こちらです。あなた早く出てみてくださいよ。何どうする。お届け物でございます。どうぞ。ご苦労さん。岡本藩中いう人からですせ。え岡本さん。岡本知らねえな。誰だろうよ。さあお店来るお客様で岡本っていう人がいるけど。これや。ああ分かった分かった兄さん分かったよ。誰だよお前だけ分かってたってしょうがないじゃないか。いいんだよもらっといていいんだよ。だってお前もらう筋があるんだよ。いいのか。あなたはあ、立派だこと浜子。何子供たちにねお台場見せてやっておくれ。ええ、おばさんたちちょっと話があるんだからね。さあみんないらっしゃい。あいごいご軍艦見えるか。うん見えるよ。ああおいおい、気をつけんとあかんで。ええか。これだけよ。じゃあ私も一緒に行くわ。屋上危ないから。あちょっとお前さんちょっとここにとおくれよ。では私。あいすいませんですね。後でお食事でも差し上げたいと存じますから。いやいやどうぞご心配なく。兄さん、お寺様に。あ、ホットさん、今日はぜひお付き合い願いたいですな。あ、どうぞ。いやいや、私、私は。では、ちょうだい。名前だ、名前だ。ごめん、じゃあ、どうかね。
ねえ、本当に待っててね。用があるのよ。ご苦労様でございました。およちゃん、なんだよ話って。ほら、せんだって兄さんの耳にちょっと入れといたろ。お医者さんのことさ、医学士のさ。うん、なんだっけな、あの人は。あれが岡本さんじゃないか。忘れっぽくなったね。およちゃん、聞いたか。いいえ、何にも伺ってませんわ。何ですの。困っちゃうね、兄さん。その人から来た花なんだよ、これは。そうか。しかし気の早い人だな。違うよ、気のつく人なんだよ。だから私こういう人がいいと思うんだよ、およちゃんには。お店へもちょいちょい行ってはる様子やおまへんか。そうですか。どの人だろうな。およ知ってるか。丸顔で眼鏡かけて短い髭生やして。気がついてるだろう、およちゃん。どう、お婿さんに。向こうに来るってのか、うちへ。そりゃまあ話し屋だけどさ。とにかく結婚すれば親御さんだって病院を建ててやってもいいって言ってらっしゃるんだそうだし、今勤めてる病院だって評判のいい人だし、こんな結婚の話はまたとないね。ねえ、お前さん。そうやな。まあ結構でしたろうな。うん、どうだおよ、行くか。考える時だよ、おようちゃん。お父さんだってもういい加減楽しなきゃならない年だし。俺はまだ稼ぐよ。老いぼれ扱いにしてもらいたくないな。そんなこと言ってるからおようちゃんだってはっきりしないんじゃないか。はっきりしないよ、およ。イエスか、ノーか。イエスか。ノーなのかい。それともお前、他に好きな人でもあるのか。どうなんだよ、およちゃん。どうしたんだ、およ。お父っつぁん、私23よ。あと4月で24よ。何ぞわけがおまっせ。あなた。ダメらしいな、この縁談は。みんな優しい町娘、泣けば誰かが慰めて。みんな優しい町娘、泣けばさ。枕な。ルーさん、ルーさん、旦那さんは呼ばってら。ついで来ましたか。お嬢さんは。そのことだよ。お嬢さん、隣りましたか。うん、お嬢さんの杉なすと心当たりねえかって聞かれたんだけど。杉なしと。うん、わすすんねえでな。僕、知ってますよ。あんた知ってるの。知ってます。誰だ。知ってます、僕知ってます。ルーさん、あたす。先生、お嬢さん好きな人だったら誰とでも結構許しますか。好き同士なら仕方がないな。それ嘘ないですね。君、心当たりでもあるのか。あります。僕知ってるんですよ。誰だ。僕
僕、言えません。お嬢さんに悪いです。しゃべれよ。遠慮なくしゃべれ。言ってくれたまえよ。大事なことなんだから。僕、決まり悪いな。君が照れることはないじゃないか。くせよ。じれったいな。誰かお客の中でもあるのか。近ます、近ます。僕、困るな。誰だよ。堀田さんに聞いてください。堀田君に？面会者知ってます。よく知ってます。ルーザー。堀田君がね。やんな人だな。お嬢さん、本当に好きな人あるんでしょうか？お前、いくつだっけな？私、うずになるよ。好きな人あるか？ほんで？あるか。23か。うずでがすよ、旦那。あと4月で24か。むずいつですよ、旦那。そうか。鬼も18か。できるだけなんで、私だっておばさんの縁談ことあるんだから。気が強いな。気が弱くちゃダメよ。もっとくです。感心しなくたっていいわよ。すいません。でも、あんたんとこの縁談、絶対似合ってたな。大丈夫よ。話せばわかるわよ。そうかな。小野さん。どうしたの？病気でもしてたの？ずいぶんしばらくね。君んち明るすぎに寝てるか？こないだあんただけよ。こんちょうだい。本当にどうしちゃったのさ。たまにはいらっしゃいよ。うん。じゃあいずれまた。さようなら。さようなら。ありがとうございます。誰？エスカードの女優ですよ。ちょいちょい行くの？あんたんとこ知らない自分にはね。綺麗な人ね。ええ。それで軍団の連中なんかもだいぶ暮らしいんですよ。あんたは？僕なんか問題じゃありませんよ。嘘。今からやがれちゃかなわないな。やだ。やだね。いらっしゃい。どうぞ。あ、
あんた来年卒業でしたね。ええ、うまくいけばね。うまくいかなかったら学校なんか辞めちゃって働きますよ。働く口がなかったらさあ、とんかつ屋をやりませんか。え、とんかつ屋儲かりますぜ。僕も思い切ってとんかつ屋になっていいことしたと思ってる。しかし資本がいりますからね。僕の店で働けばいい。でもね、君はお洋を好きなんでしょ。は、それは嫌いですか。やったな。隠すには及ばん。今堀田君から聞いてきた。あ、そうですか。しかし他に女はないでしょうな。ありません、絶対に。嘘つきたい。本当です、絶対にございません。君のような男を放っとくわけはないよ。僕なぞ船へ乗ってた自分は港でモテたもんだよ。はあ、そうですか。君何も感心することはないよ。すいません。とにかく晩までにはっきりした返事してくれたまえ。返事って。いや、とんかつ屋になるかならないかって。陽子さん。陽子の気持ちは君知ってるじゃないか。失礼。だけどね、兄さん、こういうことは理屈じゃありませんよ。そりゃお洋は確かに兄さんの子でしょうよ。でもね、私だって手塩にかけたんですからね、責任がありますよ。兄さん一人で勝手に決められちゃ迷惑ですね。俺の勝手じゃないよ。本人同士が好きなら。その好きっていうのが間違いのもとなんですよ、今時の若い者は。しかし好き同士でもって俺が目がにかなえばいいじゃないか。じゃあ私の方の話はどういうことになるんです。昨日の今日だけにいくら兄さんだってあんまり当てつけがましいじゃありませんか。どうもお待ちどうさま。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちどうさま。あ、ありがとう兄さん。いっぱいどうぞ。ダメなんですよ。いや、どうぞ。君、フライちょうだい。はい、フライを一人さん。はい、お手伝い、はい、いらっしゃい。あ、いらっしゃい。じゃあ私はもう何にも口出ししなくていいんですね。兄さんが思うようにするって言うんだから。そう言うてしもたらお前身も蓋もないやないか。なあ慶三はん。あなた黙ってらっしゃい。こういう大事なことに。大事なことだからこそ一日も早くまとめたいと思ってたんだよ。それが当たり前ですよ。だから私だって。それは分かってるよ。うっかりほっといて虫でも疲れたしには取り返しがつかないからね。こればっかりは小脳やナフタリンちゅうわけにいきまへんからな。何言うんです、バカなことばっかり。そやけど本当んとここういうご商売がないやさかい、結婚の時期など特に慎重な考慮がいりまんな。時期なんかいつだってもう年頃なんだから。けどおようちゃんも看板娘やさかいな。そうね、そんなこと兄さんもちろん考えてるんでしょうね。バカ言え。この店はおよう売り物にしてるんじゃないよ。とにかくお前一度会ってみなよ。さっぱりした男だぜ。嫌いですよ今時の学生なんか。もうなんとか返事がありそうなもんだが、まさか断りじゃ。断るもんですか。今時の学生はちゃっかりしてるんだから。はい、おじさん。酒はええし、さつまんばいし、それにおようちゃんべっぴんやしな。バカね。ええ男やって、彼氏。当たり前よ。さようか。けど結構やな。ええおもごはんが見つかって。おばさん怒ってるでしょ。いや、
あいつは何にでもいっぺんは怒らんと収まらんたちでんね。まあ一種の病気やな。言いつけちゃうわよ。ああ、ああ、ああ。そやけど、親ってありがたいもんや。お父っつぁん、大乗り気やさかいな。あ、リハ、カツあげてんか。はい。ねえ、タナさん。お嬢さんの話、本当に決まるんですか。ほんまや。楽しみやな。やだ。まだはっきりもしないのにさ。はっきりしないですか、お嬢さん。バカで。リーさんもなかなか隅に置けないのよ。ええ、誰に入れ上げてるんや。リーリーは。違いますよ。嘘ですよ、お嬢さん。国会困りますね。何さ、しらばっくれて。大変な熱よ、おじさん。あの人。ええ子や。わいのおかみさんよか、ええわ。また悪い癖が。ほんまや。けどまあ、結構やな。おめでたが二つも重なって。あ、そや。リハ、一杯行きまよ。困るですね。僕、寂しいです。お寺は、寂しいんやって。だからわすが何なめているんでがす。ようよ。お安くないな。わいもうちのおかみさん、変えたろか。今な、それらしい電話はあったんやけど、切れてしもたんや。お嬢ちゃん、お父っつぁんがちょっと。はい。リハ、さっきもまたバス。あんたも来るんですよ。姉さん。はい。カキフライください。フライ、ご行くねんさん。上がったよ。はい。年会さん。あら、いらっしゃい。いらっしゃい。おい、おの。うん。食べてくれ。出ましたよ。おい、頼むよ。あ、三番の出るよ。あ、新規、あの、とんかつお二人さん。はい。取ってよ。おでんとお調子、五番さん。はい。おい、板についてるぞ。お父さん、ちょっと見てください。1円80銭だよ。早く値段書き覚えなきゃいかないな。すみません。なんぼですか、わからんな。1円80銭いただき。はい。お皿。はい。おい、メソ、しっかり。これ娘さんの旦那さんかい。ああ、約束だけどご祝儀はまだだって。ああ、見習い中か。ああ、いつもの板前さん、どうしたんだよ。そっくら体が悪くて寝てるだよ。
どう、咳出る？いいえ。これいいわよ、朝だめ。朝だめですか。咳なんかすぐ治っちゃうわよ。ありがとう。お嬢さん。はい。覚えとくわね。はい。お大事にね。もう散らかしてんのね。男の人ってやっぱりダメだわ。なんか急な用ができたの？ええ、それがね。電話かけてくれりゃいいのに。あんたここ引き上げるのよ。なんだい急に。お店引っ越し。どうして？あんた自信ある？何の自信さ。あのお店やっていける？あんた。お父さんどうかしたのかい？うん、自信あるわね。そりゃね、まあいざとなりゃ学校辞めたって。学校辞めちゃいけないわ。とにかく卒業だけはしといてよ。うん。だけどどうしたのさ一体。 T さんがね、暇とることになったの。なんかあったのかあの人。なんだかわかんないけど、お父っつぁんと言い合いしたらしいのよ。あんなおとなしい人が変だな。でもあの人ここのとこちょっと様子が変わってやしな。そう言われりゃなんとなくイライラしてたやだな。おてるさんに失礼したんじゃないのかい。おてるの方で熱上げてんのよ。わかんないぜ、こういうことは。これ妹さんがやってくれや。どうもありがとう。いろいろすみませんですね。妹喜びます。あたしあんたは杉だったんだけど縁がなかったんだな。そうでしたね。またいいことありますよ。旦那だって本当はあんたを返したくねえんだけど。先生の気持ち僕よくわかります。でも仕方ありません。でもあんたどうして急に妻もらって蹴るようになったんだ。この頃店の客が見えなくなったからか。違います。僕そんな白状ありません。でもここの店お嬢さんの愛嬌とあんたの腕とで持ってたようなもんだよ。それよくわかります。でもそれ言わないでください。僕悲しくなります。わしも妻もらうべえか。それ穏やかでないですよ。進歩するですよ。だってさ、この上味噌のぬんくが落ちるんだら給金だって危ねえんだもん。そんなことないですよ先生。そんなシートないですよ。
すみません。姉さん。君、なぜ辞めるんだい。辞めるとこないじゃないか。ねえ、思い直してくれない。お父っつぁんに私から何とでも話すから。ねえ君、小野だって君のおかげでせっかくものになりかけてるんだからね。ねえ、頼むわ、リーさん。小野さん、なかなか器用です。僕いなくとも大丈夫です。ダメよ、リーさんがいてくれなきゃ。ねえ、おてるさん。ねえ、君、頼むよ。ね。僕、汽車の時間遅れますから。さよなら。リーさん、君、どうしても行くのかい？堀田さん、僕はあなたを恨みますよ。何だって？あなた嘘つきです。何が嘘つきだい？嘘つきです。あなた僕の気持ち分かってて知らぬふりしました。おい君、つまんない言いかかりすんなよ。僕言いかかりいません。あなた悪い人です。僕をごまかしました。僕悔しいです。僕恨みます。どうしたの、リーさん。どうして泣くの？お嬢さん、僕ね。僕に何かあんならはっきり言いたまえ。卑怯だぞ、理由も言わないで。卑怯なのあなたです。何が卑怯だ。僕ごまかして、お嬢さんに、小野さん世話しました。何？僕、悔しいです。リーさん。田さん、そんなことあったの？そういえばね。ねえ君、勘弁してくれよ。僕はうかつだったよ。君が怒るのも無理ないよ。だけどね、まさか君が。じいさん、堀田さんを恨まないでね。お嬢さん、僕ね、好きよ。僕、私忘れないわ。ありがとう。僕も忘れません。許してくれたまえ。君の健康を祝そう。おてるさん、あんたもいらっしゃいよ。あ、そうか。いらっしゃい。じいさん。お嬢さん、お酒飲んで大丈夫ですか？いいの、今日だけは。なんで、まだ3時か。
昔忘れぬ巨大分しまったかやたてをとって戻りますのがあいやがいえのあい。ねえお父っつぁん、うん、おてるねメトル銀座にいるんですって。え、田舎へ帰ったんじゃないのか。メトル銀座に女給ってからでもないがな。そうね、いらっしゃい。いいこんばんは。おやこんせよ。あさ、いかわ、市川省庁さん、古宮山新地半様一人を寒い晩ですな、大将。ダメよ、相手を見なきゃ。いろんなのが入ってくんだから。君も今のうちに風呂行ってきたそうだい。あ、行ってらっしゃいよ。もうお店も暇だから。今夜寒いからな。湯冷めしちゃダメよ。いらっしゃい。いや、いらっしゃいます。お宅に小野進って。あ、君だね、小野進ってな。僕ですが。なんですか。いや、お騒ぎにならないで。僕は本庁のもんで。何ですか。いや、ちょっと一緒に来てくれたまえ。何なんですか。食えば分かるからね。いや、何、すぐお返ししますよ。どうしたのあんた。さあ、いや、ご心配なの。さあ君、行こう。かけたまえ。さあ行こう。じゃあ。お父っどうした。泥棒かね。およ。どうしたのかしら、あの人。とにかく、堀田君と知らせる。このためだわ。このため。
ために違いないわ。こんなことに関係があるもんかよ、小野君が。昨夜の様子だって分かってるじゃないか。でも小野さん、この女の人知ってたのよ。私も会ったわ。でもね、お前、人違いってことがあるよ。こんな写真なんかじゃ。いいえ、確かにこの人よ。エスカールの女中だって言ってたわ。疑えばキリがないよ。お父っつぁん、私の前だからってかばわなくたっていいわ。こんな分かりきった事実。でもお前、小野君だって女の一人や二人、別に小野君の名がこれに出ているわけじゃないしさ。じゃあお父っつぁんはそういう男だと分かってながらうちのお婿さんにしたの？そう、小野君は女の関係なんか絶対にないってそう言ってたけど。私騙されてたんだわ、お父っつぁんにまで。お父っつぁんはお前が好きだって言うから一緒にしてやったんじゃないか。じゃあお父っつぁんはどんな人だっていいって言うの？私のお婿さんは。私なんかどうなったって構わないって言うの？ねえ、構わないって言うの？お父っつぁん、分かるしまえ。いいわ、いいわ。なよ、思い過ごすと後悔するぜ。堀田君が警察から帰ってくれば分かるんだから。知りません、知りません。おい、おい、あそこの稽古ったら徹夜ばかりなんだもの。君どうしたい？そうか、そういう関係だったのか。今どこに？店か。小野君も一緒なのか？うん。いやー、そんなことはいかんよ。とにかくそのことについてはね、君改めて分かったね。心配させて。バカな話なんだ。こいつがね、前に旅行だから出したハガキが元でね、この事件の参考人に呼ばれただけなんだよ。小野さん、本当のこと言って。え？何の？
本当のこと言ってちょうだい。私あなたを信じたいの。お父さんにも信じさせたいの。君は新聞の女のことを気にしてるんだね。信じてくれ。本当にただの顔見知りだけだったんだ。あの人のことばかりじゃないわ。そりゃ君以外に好きな女はなかったとは言えないさ。でもみんな過去のことだ。現在では騙してたのね。騙してなんかいないよ。いいえ、騙してます。僕は君を好きだ。君を愛してる。この気持ちに嘘はない。いいえ、嘘です。嘘じゃない。私信じません。信じない。君の気持ち一つだな。小野の過去を許すか許さないか。僕の生活態度も悪かったに違いない。しかし。しかしそれは改めりゃいいじゃないか。ねえ、お嫁さん。お父さんね、声は来ませんって。はい、どうして。相談があるからみんなでアパートを来てくださいってさ。お父さん怒ってるのかい。ううん、怒ってなんかいなかったわよ。そうか。さあ出かけよう。なあ小野。あ、お姉さん、それからね、ついでにビール五六本持ってこいって。あら、どうしたの。何泣いてたの。さあさあ、出発だ出発だ。小野、何ぼやしてるんだよ。およさん、さあさあ、手伝って手伝って。浜ちゃん。あんまり使っちゃダメよ。いつになったらスターになるんだろうな。しっかりやらなきゃダメだよ。姉さん、手紙。誰からだい。 P さんから。何て言ってきたんだい。歌書いてきたのよ。歌。みんな優しい町娘、泣けば誰か慰めて、帰らない夢かしら。あの頃はよかったわ。歌に日暮れた花の影。あいつも変わり種だったな。あ、おかえりなさい。どうでしょう、こんなとこで。慣れないから、どうもまだ見分けつけませんが。結構だよ。そうですか。寂しいわね、こんな仕入れ方。大丈夫だよ。まあ見てろ、4年後だ。4年後。すき焼きだ。すき焼き。すき焼きで儲けるぞ。なあ小野君。すき焼き。そうね。そうです、稼ぎましょう。父さん、あ、忘れちゃった、干し物。お父さん、30万人は外国から来るそうですよ。4年後か。すき焼きは絶対に儲かるぞ。